皆さんこんにちは。はじめまして、私はシェフヤンと申します。2018年 A 組66番のシャーリアンです。今日は初めてビデオを作りますけど、漢字のビデオをやろうと思います。漢字を勉強するのは難しいですけど、ここで一緒に漢字を感じましょう。はい、今回はこの熟語を勉強しましょう。この熟語の読み方は医学、医学、医学。インドネシア語で意味は医目ドクトラン、医目ドクトラン。はい、その熟語は2つ漢字がありますね。じゃあまず一つ一つ勉強しましょう。一つ目の漢字はこれです。この読み方はただ音読みしかありません。訓読みはいません。その音読みはい、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 いだけです。この漢字は七角がありますね。じゃあまず一緒に書きましょう。1、2、3、4、5、6、7、七角ですね。じゃあもう一度、1、2、3、4、5、6、7。2つ目の漢字はこれです。この漢字の読み方は2つあります。まずは訓読み。訓読みは学ぶ、学ぶ。音読みは学、学。この漢字は八角があります。この漢字は八角があります。まず一緒に書きましょう。2、3、4、5、6、7、8、八角ですね。じゃあもう一度、1、2、3、4、5、6、7、8。例文。1、彼女は医学の学生です。彼女は医学の学生です。インドネシア語で意味は、perempuan itu adalah mahasiswa kedokteran。 perempuan itu adalah mahasiswa kedokteran。2、彼は医学を研究するためにアメリカへ行きます。彼は医学を研究するためにアメリカへ行きます。インドネシア語で意味は、dia pergi ke Amerika demi mempelajari ilmu kedokteran。 dia pergi ke Amerika dari ilmu kedokteran。 Sang。 私は医学部より教育学部の方が似合うと思います。私は医学部より教育学部の方が似合うと思います。インドネシア語で意味は、
saya lebih cocok di fakultas pendidikan ya daripada di fakultas kedokteran. Saya lebih cocok di fakultas pendidikan ya daripada di fakultas kedokteran. はい、終わります。今日はここまでです。ありがとうございます。次はまた見てくださいね。じゃあ、さよなら。